皆さんおはようございます。私はこの磯田康ですよね。71になります。今年ね、66歳の時に外国語大学行きまして、69歳で英検1級合格ということで、その後はこの動画を作って、英語レベルアップをやろうということで、私のね、社会貢献としてやってます。ボランティアですね、ボランティアでやってます。まあそんなわけでね、この動画に協力しようというボランティアの先生何人か来られて、これを作ってるわけなんです。昨日一昨日の動画でね、ちょっとそのボランティアの先生方の紹介もさせてもらいました。最近はね、ぐっと視聴者の数も増えてきて、新しく来られてますので、ちょっとご存じないかなと思って、その辺でやってみました。ということで、今日は何の話ということで、こういうことなんですけどね、やっぱり勉強して、この特に英語をね、取り組んでやったら人生変わりますよね。もう真剣にやればね、ええ加減にちょろちょろやってる分には変わんないけどね、でも真剣に取り組んできっちりとものにしていったら、これは運命開けてきますよ。この間もその前にちょっと言わなあかんねんけど、ここの下に動画登録とメルマガ登録ありましたよね。で、ちょっとなんかメルマガ登録がね、なんかちょっとバグってたみたいで、ここ2日間ほどメルマガ登録を押しても入れないような状態になってましたけど、一応もうちゃんとバグ取ってきっちりクリックしてもらったらメルマガのシーンに入っていけるようになってますのでね、ご利用してくださいということで、それは置いといて、この前もね、ここの会員さんで長く来られてる方で、女性の方なんですけどね、でその方は、前の試験で準1級合格された方なんですよね。で今1級を目指してやっておられるっていう方なんですけども、その女性とちょっとね、ネット上でこう話してましたらね、言われるのに、準1級合格したおかげで会社でも社長にも目かけてもらって、自分の評価がすごく高くなって喜んでるんですっていう話聞いてきて、なんかちょっとインタビューさせてなって言ってるけどね、まだちょっといやいや、そのインタビューなんて言われて、また承諾が得れてないんですけれども、その方の話なんか聞いてましたもんね、やっぱりそうやって熱心にやったら、それだけこう実生活の中で良いことが起こってて認められてるっていうことがありますよね。ですから、ぜひ英語を志されるんでしたら、真剣にやることが一番いいことだと思います。ね、ただまあね、この英語系 YouTuber にもいろんなおるけど、大体9割方はね、正確に数を数えたわけじゃないけれども、9割の英語系 YouTuber っていうのは、もう金儲けが目的でこういうビジネストークばっかりをやって数を集めてるっていう、それがね、9割なんですよ。で、割と真面目にきっちりやっておられる方っていうのは1割ぐらいいますよね。それぐらいの感じですから、そこをきっちりと見抜いてほしいですよね。大体ね、うまいこと言い寄りますわ。ビジネスでやってるだけの連中のは、2ヶ月で英検1級は合格できるとかね、それから、1年間このコース取ってもらったら、相当のレベルになって、これで見たら50万円とかね、で見たらこんなもん3級もええとこやでっていうようなことをやってるっていうのが、現状ですよね。だからその辺ね、初心者の方が、ついフラフラと間違えちゃうということはよくあることなんです。で、とにかく一番基本は、美味しい話はないってことなんですよね。そんな簡単にさっさっさと身につくような、特別私が開発した科学的メソッドでどうたらこうたらとか言ってんの、あっちこっち言いますけどね、そんな方法ないんですよね。そんな簡単にすすって英語が身につく方法ってね、でそういうのはないし、時間かかりますよと言ってる人がいたとしたら、それは正しいこと言ってるから、そういう人は OK ですよね。そういう YouTube は OK ですけども、そうでない限りはそういう怪しいのにはいかない方が一番いいですよね。まして大きいお金をね、請求してくるようなとこはいかない方がいいです。どこかとは言えないですけれども、個人相談とかやってますのでね、そちらへ来ていただきましたらきっちり教えますよ。ズーム会議でもね、はっきり名前が上がってるような人もいてました。ちょっと問題の人でね、上がってる人も出てましたですね。ですから、こちらへ来ていただいたら、そういうことはよく分かるようになりますということです。はい、それでね、この次の日曜日午後1時からズーム会議やってますので、それとあと、午前9時からは私がやってる、ニューヨークタイムズ読む会ってやってます。でそちらも、ニューヨークタイムズ読む会の方はね、ニューヨークタイムズを契約していただいて、記事を読むというふうに形で進めております。今が一丁ですよね。それとあと、この間ね、個人相談でやった時ね、
男性の方で、その方は、囲碁八段の方なんですよね。すごいよね、囲碁八段って。ちょっとおれへんよね。ちょっとね。私も一応囲碁打つって、ルールを知ってるぐらいの形ね。そんな、有段者じゃないですけどね。一応囲碁ぐらいは打てるという、達成だけのことなんだけども。で、それで、その方と話しててね、はっきり言って、結論から言うとね、まず英語の方やりたいって言われて、初心者なんで、大体2級レベルを目指してやるのが一番理想的やと、コストパフォーマンスがいいしね。で、2級になったら一応もう初歩段階終わって中級レベル入っていって、ある程度英語のことが分かるようになってるんだから、もうそこでいいって言うんだったらそのまんまでいったらいいし、さらにそこから上を目指すんやったら、それは目指してもらったらいいんですけど、ただそこから相当しんどいし、相当やらないと上はいけませんよという話で、だから2級レベルに到達した時にね、自分で、これでもういいやっていうふうにいくか、もうちょっとやってみようというのか、その時また判断されたらどうですかということで、やり方とかね、その相談したんですけど、ちょっと囲碁の話になったんですけども、はっきり言って囲碁なんてやらない方がいい。囲碁将棋はね、絶対やめた方がいい。なぜ絶対やめろって私が言うかというとね、あれ機械に勝てないんですよ。もう完全に AI の世界なんですよね。だからもう、今ね、問題になってるのは今 AI が至るところに入ってきてる。で、やがて、日本人の職業の5割が、いらなくなる。AI で変わられるんだっていう、それはね、相当オーバーな話でね、いくらなんでも5割も職業が AI に取って代わる、それはありえないですけれども、AI がものすごく得意とする分野では逆転というのは完全に起こるんですよね。で、囲碁将棋の世界ではもう完全に逆転が起こってて、一番 AI が得意とする分野なんですよ。だってもうこれ囲碁将棋ってね、人間が人工的に作ったルールの中で動くだけだから、計算さえできたらもう完全に AI の世界になってしまいますからね。人間がいくらやったって太刀打ちできないんですよ。例えばね、今からね、30年近く前、プロ球団の方はね、たまたま私、うちの子供の保育所と一緒で、お互い一緒だったから、その家も一回遊びに行ったりということで、プロ球団の方と親しくしてたんですよ。今はどうなったのか分かんないけども。で、その方がね、その時、今から約30年前言われたのはね、もう将棋は機械の勝ちやと。でも囲碁はまだ大丈夫やって人間の方が勝てるって言ってたんですよね。でももう30年経過したら完全に機械の方が勝つようになっちゃったんだよね。そしたらもうプロ棋士の方っていうのははっきり言ってもう失業するんですよ。早晩全員失業しちゃいますよね。なんで失業するかって言ったらね、今、この間その話で聞いたら1500、600円でダウンロードできるアプリがあるんですよ。囲碁の指導アプリがね。で、それ、の強さって言ったら、今日本で一番使えるのは井山裕太ですけど、それよりはるかに強いんだね。で、わかんないことあったら、質問したら、ここは、この手はこうと、解説までしてくれるという、そういう優れもののソフトが出番。もうそしたらね、もう囲碁プロ球団なんていらないんだよね。もう、はっきり言っていらない。で、もう囲碁人口も急激に減ってるしね、そういうことを考えると囲碁将棋っていうのは完全に AI にとって変わられるんで、もうそんなものに時間費やすのは無駄です。それだったら英語やってください。私言ったんですよ。英語だったらね、もちろんね、自動翻訳機っていうのは出てきてますよ、自動翻訳機。でもね、あんなどこまで行ったってね、完全なものになんかなりっこないんですよ。せいぜい補助的手段として使えるという、そのレベルのものにしかならないんです。っていうのは言語っていうのはね、本質的に何かって分かんないんですよね。で、ところが、AI っていうのはきちっと積み上げる論理で作ってるから、そういうわけのわからんのかへは入っていけないんだよ。だからそれのよく似た真似事をさせる方法ってのはあるんですよね。その真似事をさせる方法ってのはどういうことかって、ちょっと専門的な話になるんやけども、あるんだけども、決してどこまで行っても完璧な取って代わられることなんかないんですよ。ですから自動翻訳機は今後もある程度活躍するとしたとしても、到底完璧なものにはならないし、絶対に人間の価値なんですから、人間のやって勝てる方向、AI にとって変わられないところという点においても、この英語世界をきっちりとこう英語をマスターするっていうのはすごく意味のあることなんですよね。ですから、あんな囲碁将棋やっちゃったらね、楽しみとしてやる分にはそれは構わないけれども、
専門的にやるっていうのはもう全く時間の無駄、そして何の利益も生まないようになっちゃう、失業があるだけという、そういう世界が囲碁将棋の世界なんですよね。完全に取って代わられますからね。だからそうでない世界、言語の世界を極める方がはるかに有意で、将来性がありますよね。そういう点でこちらへ来ていただいたらもう一番いいなというふうに私は思ってます。まあAI にも取って代わられないからね、安心してください。その代わりね、なかなか簡単にはものにならないですよね。随分時間がかかるんですよね。でそれをやっていくっていうことの重要性、それと初級者が道を誤らないようにしてほしいですよね。もう美味しい話するやつがもう山根におりますからね。でその点ね、ここに概要欄に貼り付けてありますよね。今度竹川先生が新しい本、というか続編ね、前回の続編を書かれてますよね。で前回のも良かったし、今回もちろんいいんで、これも絶対推薦します。わずか300円ですからね。50万円くれとは言わないからね。それをきっちり読まれたら、初心者がどういう方向へ向かっていったらいいのかということは非常によくわかりますよね。でそれを私はお勧めします。でそしてそれからやるかやらないかは、もうこれはもうね、これを見てられる方 の判断一つということですよね。まあ必要もないのにやってもね、途中で嫌になりますよ。それだけは言っておりますわね。だから必要性がなかった語学のこの厳しさには耐えられないよね。でも私みたいに面白かってやった人間からすると非常におもろいんだけどね。だからそれでここを作ってるから、来てもらって慣れてきたら、いかにこの面白さが分かるようになったらハマるというか、そこでやってみようという気になるという、それでこれ作ってるんですけどね。ということでやってますので、今日もよろしく。